こんにちは、板垣瑞希です。二十歳です。この前はパンパンがシシグ作りました。すっげー美味しかったんで、ちょっと今日も楽しんでやってきます。 Hello everyone! お元気ですか？なかなか海外に行けないけれども、私たちの文化フィリピンを感じてもらいたいのということで立ち上がった企画、おうちでフィリピン、フィリピン料理にチャレンジ。そして今回フィリピン料理にチャレンジしていただくのは、映画やドラマ、CM の出演など今年大注目の若手俳優、板垣瑞希さんです。よろしくお願いします。ナビゲーターは私ガオが務めます。それでは早速連絡してみましょう。板垣さん、お、つながった。お、ガオちゃん来ましたね。こんにちは、今回もよろしくお願いします。板垣瑞希です。今回挑戦してもらうのはカレカレ。カレカレ？カレー？野菜と牛肉をピーナッツソースで煮込んだフィリピンの定番料理です。カレーを連想してしまう名前と見た目ですが、ピーナッツを原料としたシチューに似た料理です。え？うわ、ほんとだ、ピーナッツある。レシピはこちら。ではいよいよ料理を始めてください。フィリピンでレッツクッキング、覚えてますか？タラナマグルトタヨ。早速いい品質のお肉と、玉ねぎ、チンゲン菜、ナス、ニンニク。お、これなんだ、アナトウコナ。これアナトウコナっていうんだ。あ、着色料とかの原料になってる。すごいなんかあっちのナチュラルな着色料ですね。ということでやっていきたいと思います。ナスの輪切りとか久々やな。でもやっぱカレーにナス入れたいよね。おー、いいみじん切りになってきたんじゃない？きた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 、おー、来た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 。現地ではいったお米を入れますが、その代わりに米とぎ汁を使用するのがポイント。お、いいんじゃない、グツグツしてきた。これに牛肉をと玉ねぎを入れていきたいと思います。いいか、うわ、なんかいい牛肉なんだよな、また40分から1時間ほど煮ていきたいと思います。じゃあ1時間経ちましたね。うわ、煙がすごい。ダダーン、どうですか。わ、でも牛肉美味しそうじゃない、火通ってて。具材出していきます。うわ、トロットロだ、玉ねぎ。いいんだよね、トロットロの玉ねぎって。あー、いい匂い。ナス、インゲン豆、チンゲン菜の順番で炒めていきます。おっほ、いいっすね。インゲン豆、チンゲン菜も入れてきます。こうドシャーと、ね、じゃあ入れきます。こういう時はドシャーと一つ残らずね、みたいだよね。どんな料理なんだろう、俺全然この順番で料理したことない。鍋はこんな感じです。ここに
このスープの味が染み渡っていくのでしょうか。牛肉で一回出し取ってるんで、それがこう混ざって、うわぁ優しい匂い。ちょっと食感が残るぐらいがいいみたいです。ちょっと入れていきたいと思います。え、変わる変わる、変わってってる変わってってる。美味しそうですね。これはどんな味だけ、ちょっと、よし、いいんじゃない。うわ美味しそう。カレーカレー完成です。はい、お、くれた。早速食べてみて。フィリピンでいただきますってなんていうか覚えてます？これは覚えてますよ。カインナ。すごいカメラワーク。うんうん、結構お米に合う気がする。これフィリピンではバゴーン、アラマン、アミエビの塩辛を使いますので、フィリピンの食材の取扱店で買える方は使ってみてくださいねっていう感じですね。じゃあ僕は今アンチョビなんで、ちょっとアンチョビを添える、添えるってちょっとこんぐらいやっちゃおうかな。これでどうしようかな。こうやってちょっといただきます。これも一緒に。うん、おいしい、おいしいね。ここでフィリピンをもっと好きになる情報をお届け。今回作ったピーナッツの香ばしい香りが食欲をそそるフィリピンの定番料理カレカレ、そのチャーミングな名前の由来、実は2つ面白い説があるんです。1つ目の説は1762年イギリス戦艦に乗船したインド人が故郷の料理カレーが恋しくなり、パンパンガ州で有名なピーナッツを使ってカレーに似た料理を作ることから始まりました。そこにフィリピン名物のバゴンアラバンを加えることでカレカレが誕生しました。名前の由来はそのカレーが元になったからと言われています。2つ目の説はパンパンガ州にあったカリというカレカレとは別の料理に由来します。スペイン植民地時代にピーナッツがフィリピンに輸入され、カリにもピーナッツが入るようになり、カレカレへと進化しました。さまざまな由来があり、今もフィリピンで愛される料理カレカレ、フィリピンへ旅行の際はぜひ現地で食べてみてください。すごくクリーミーですよ。カレーじゃないんです、これが。それがすごく面白い。なんか多分いい思い出になると思うんですよね。うわ、これカレーじゃないの？みたいな。カレーじゃないみたいな友達しちゃったりして面白いんじゃないですかね。今回ご紹介したのはフィリピンで多くの人に愛されるカレカレです。皆さんもぜひ作ってみてください。レシピは概要欄をご覧になってチェックして参考にしてくださいね。それではお別れとなりますが、板垣さん、タガログ語のさよならって覚えてる？そうそう、パアランですよ。パアラー。